こんにちは、岩田書店の岩玉です。2023年4月26日プレオープンした白砂川みんなの工場に行ってまいりました。そちらで体験もしたのでレポートしていきたいと思います。足元あそこが一番、あっちが開発ですね。まあ僕たちも素材の良さを最大限引き出すっていうことを念頭にやってるんですけども、ここではですね、結構もうより良いものを作るってことしか考えてないので、結構原価も一旦度外視して製造工程も度外視して作ってるっていうのがあるので、まあ、とりあえずできたものをまず良いものを作ってそれから考えようっていう。こっちが実際にあっちでレシピ開発でレシピ作ったものをこっちで製造してます。竹の乾燥させてますね。ここからエキスを例えば酒粕のシリーズとかでいうと、発売して10年以上経つんですけれども、未だに消しゴムで作っています。なんで本当はもっと大量に作りたいんですけど、それをしないのはやっぱりこう品質がどうしても落ちちゃう、機械化すると。でその方法も探したいんですけど、今のところ見つけられなくて、しょうがなくテストやっぱり品質を落とすわけにいかないので、あちょうどここ多分今映像が、これ日曜日ちょっと工場動かないんで、それに普段どんなことやってるかっていうのが分かるような VTR になってるんですけど、ゴミゴミしながら農協の奥さんの会がやってるみたいな感じの。そんな感じです。機械で簡略できるんだったら僕らもやりたいんですけど、品質落とすことだけはしたくないんで、ちょっと今のところは試行錯誤して同じやり方をずっと続けてるっていう感じです。でちょっと製造工程から離れるんですけど、上にこのネット遊具を用意してて、大人の方にもちょっと登っていただけるような仕掛けとして、実はあそこの丸いやつがここで繋がってるんですよ。なので処理しての香りが上に行くと感じるんですよ。昆布の匂いだったりとか酒粕の匂いだったりとか、なるほど、行ったら感じるので、ぜひ後で登ってみてください。行くわ、ここで求められるのはやっぱりレシピ通りに正しく作るっていうのもそうなんですけど、やっぱり素材ってその日によって結構粘度が違ったりとか、いろいろその日の気温状況だったりとかあるので、そこら辺をこうただレシピ通りに作るんじゃなくて、ここの調合しているものと開発と先の素材処理しているものと日々の状態を見極めながら、ちょっともうちょっと発汗長くしようとか、ちょっともうちょっと熱加える時間長くしようとかっていうのをコミュニケーションを取りながら作っていきます。こちらでも見えるんですけど、一個一個あの機械がこう定量で粉が出てくる機械で、それをこう実際入ってるかっていうのを測りで測って、でキャップ閉めてっていうことをしたりしてます。ここがまたちょっと水道から離れるんですが、こっち側に今までの歴代の白の選手のローレットみたいなものが飾られてます。結構見るとなかなかやっぱスタート時は知名度もなかったので。他社っぽさがあるね。そう結構今だと結構ねびっくりしますよね。だいぶ懐かしい。マイルドに言ってみたけど。やっぱりこう知られてない分、こうデザインに結構一丁効かせてるっていうのがスタートだったんですけど、やっぱ後半のこのローレルを使っていくと、だんだんこう引き算のデザインができるように近づいてきたっていう。でここから今我々日本と台湾と中国と US と UK の世界中にそこから。この大テーブルは皆さんの思い思いに使ってほしいなと思っていますが、実はこの机ちょっと見ていただくと結構あれみたいな、あれスマイルなんとかあれなんてちょっと不審出てるみたいな
大丈夫思いました。やっぱこうただ捨てるしかないものもこういうふうにちゃんとデザインしてクリエイティブすることで使えるって、まさにこうあの城らしい考え方かな、うん、もう本当ここはぜひなんか、まあ、カフェのものを食べてもいいですし、家からお弁当を食べてもいいですし、高校生のもあるので、あのパソコンを開いて仕事していただいても、勉強していただいても、本読んでいただいてもいいかなと思ってます。で本当はちょっと今日天気が良ければ、あっちピンデシリがバチコーンって見えてめちゃくちゃいいんですけど、誰だ雨男、誰ですか100人ぐらいの誰かねでちょっと最後またカフェには巡りますが、ここもあのここの一押しは何と言ってもあのピザ窯でございます。そこもですね、道産の小麦を5種類使ってて、うん、このピザがここも一押しです。でここがライブラリーになってます。ここめちゃくちゃ良くて、靴脱いでぜひこう上がって座ってみてほしいんですけど、ここでこうコーヒーとか飲みながら、やべえやばいいですやば相撲感。これがこのお店の大きな特徴は2つで、はい、まずこれ1つフルーツブーケっていう、あのここでしか買えないあの白の常識を一旦全部覆してデザインした製品になってます、うん、香りとしてはあの砂川で今まで出会ったあのフルーツだったりとかっていうのをちょっと参考にして作らせていただいたんですけども、なので、うん、ここすごい、これ実はもう本当ここでしか買えないんですよ。オンラインでも売ってなくって、うんうんうん、この土地のここに来てこの香りを感じてほしくて、うん、ぜひここで手に取ってほしいっていう思いから売るのやめたんで、ここでだけで売ろうってことで EC では売らないっていう選択をあえてしてます、うん、これもここにしかないものなんですけど、ブレンダーラボっていうの、気になってるやつ。5種類の定番の香りと、あとちょっとフルーツブーケと、あと限定で、あのちょっとそれはあの月替わりとか、まあ、何ヶ月みたいな買えると思うんですけど、8個の香りをこう自由にカスタマイズしてフレグランスを作るというのが差し上げましたので、ぜひあのブレンダーラボやっていただいたりとか、やりたい、お時間ありましたら。ボトルを決めていただく、うんうん、こちらの 30ml と 80ml と、うん、こちらの 40ml と 80ml でお選びいただけますが、こちらにいたしますが、一応こちら金額が書いてあって、はい、ボトル代がこちらリニューアルする際に不要になったボトルではあるので、うんうん、こちらはボトル代は入らないような金額になっていて、うん、こちらはボトル代込みの金額になっております。じゃあせっかくだから、この白の、はい、これにありがとうございます、はい、オリジナルボトルの 30ml ですし、うん、次に先ほどちょっと説明させていただいた香りをしっかりお楽しみいただきて、うん、オノパルマンテップとほんのり香るようなボディコロンタイプでお選びいただけます。じゃあしっかりタイプで、しっかりタイプで、はい、こちらになります。ではお客様がお選びいただいたものが、うん、オリジナルボトル 30ml なので、はい、こちらのレシピになります、はい、ボトルサイズが 30ml で、うん、香料がスポイトでお入れするんですけど、うんうんうん、こちらを3回お入れできて、うん、アルコール量が 20ml 入れます、うん、なのでこちらの8種類の香りの中でトータル3回になるように香りを、うんうんうん、なるほど、試しできるんですけど、うんうん、こちらの5種類が白での定番製品になっていて、こちらが砂川本店で販売されたフルーツブーケという香りと、はいはい、うん、こちらもブレンダーラボ限定で出している香りで、こちらが季節ごとに香りが変わる予定なので、結構こちらも限定製品といったイメージなので、んこれ何、金木犀なんですけど、はい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 、結構北海道だと馴染みない香りかと思います。そう、ね、そうか、ちょっと待ってこれは沼だな、ちょっとどうしようかなって今ちょっと迷いが、もしよかったら、うん、ホワイトティーも、うん、グリーンティーだったりとかちょっと柑橘の香り入ってるので、こちらももしかしたら、うんうん、ここまで
ちらですね、ちょっと柔らかくなる印象で、あ、本当だ、あ、ちょっとでもピリッと、待って待って、こういうパターン、こういうパターンにもそうですね、ちょっとこれはどうかしら、ホワイトティーもすごく人気な香りなので、この3つ、そうですね、でもここでティー、あ、そうか、ティーかぶりね、ティーかぶり、ティーかぶり何言ってんだろう、ティーかぶりで、でも全然統一感がちょっと印象は甘めやすっきりめで変わってくるんですけど、でもなんか日本自体はでも、はい、全然そうだよ、ね、違う印象で、いや、ちょっとこの3人って言ってバーベナがちょっとね、傷強すぎちゃうので、 その代わりにこちらでちょっと抑え気味で、ちょっとこれにしようかな。ではこちらのラベルはですね、もしかしたらその香料を注ぐ際にもしこぼれてしまったら、あの大変なので最後につけるようにします。工場感が出てきた、はい、そうですよね。よし、ではこちらのボトルにですね、最初は香料を入れていただいてからアルコールを入れるような順番になっておりまして、はいはい、こんなもんかな、そうですね、はい、すごいで、これを、はい、この中にダーッと入れてもらって、アルグレイは OK です、はい、よし、ありがとうございます。はい、では香料が今入れ終わったので、はい、次にですね、アルコールを入れていただきます。怖い。ちょっと待って、どこまで入れるんだっけ？20ミリ。はい、もし全然溢れてしまっても、あの全然捨てることできるので。捨てたくない。いい感じですか？水平じゃないから、はい、もうちょいってかな、もうちょっとです、ね、はい、あ、いいとこじゃないですか、ベストですね、ありがとうございます。これは、あ、結構そんな、なるほどなるほど、ちょっと地道な作業にはなってしまうんですけれども、はい、はい、ありがとうございます。あ、そうか、そうね、こう、ここに当てて、はいはいはい、はいはい、で、最後ちょっと馴染ませていただいて、ちょっとできちゃった、はい、できました。香りがですね、しっかりと馴染むまで1日から2日くらいかかります、はいはい、それまではちょっとだけアルコールの香りが強いかと思うので、うん、なるほど、はい、こちらですね、あ、すごい、はい、いかがですか、ちょっと嗅いでみる、ちょっとすごい、アルグレーの香りが結構しっかりとします ね、いや、まとまったまとまった、ね、そうですね、まとまった感じする、そう、ちょっとホワイトティーのすっきりした感じもしっかり入っているので、いいですね、すごい楽しい、楽しい、ではこちらですね、最後ちゃんと閉めて、はい、こちらのラベルを、ね、はい、貼っていただきます、やば、はい、楽しいこんなにあれだったら白では働けないわよっていう、ちょっとだいぶ左に寄ってんな、いや、そんなあなたラベルも貼れないんだったらなっちゃう、ラベル貼れません、いや、難しいですよね、ラベル貼るの、まっすぐでもすごい綺麗に、まあいいかすぐ諦める、こういう人はね、工場では働けません、いやいや、とんでもないありがとうございます、これで完成になります、できた、はい、できました、ということで白砂川みんなの工場でした。あの体験できる工場ということでね、とっても楽しく過ごせると思います。まだ周りはね、開発途中なんですけれども、これも、皆さんと一緒に作っていきたいという白の思いが込められておりました。なお、砂川市内を回遊するのもおすすめですので、合わせて岩田書店などぜひぜひお越しください。それではまた次の動画でお会いしましょう。したっけねー。